わあ、もうみこし来てるじゃん。みこし。みこし来てるじゃん。え、待って、投票のさ、見ました皆さんこれ。今回のお題ね。朝食を食べるなら、パン派か、ご飯派か、パスタなんですけど、色がね、なんかパスタの色が、ちょっとあんまり、よろしくない。ご飯も地味だし。ねえ、なにこれ。色合いがなんか特殊だね。白インク使えるってなるとご飯なのか。なるほどね。ってことで、今回は投票をしていきたいと思うんですけども、俺パスタ好きなの。この中でもパスタ好きなんだけど、朝食かって言われると、パンとご飯じゃん。わかる？パンとご飯、やっぱ、日本人といえばでもご飯。日本じゃご飯で、海外の人はパンなのよ。で、なんかよくわかんないけど、パスタは、わかんない。でもなんか、朝に食べるってなるとさ、ちょっとパスタ好きだけど、ちょっと悩みどこなんだよ。何やってんの？なんでそんなとこ隠れてんの？悩んでるのもしかして。掲示板の裏でお腹痛いのかな？めちゃくちゃお腹抱えてる。どうしよう。どこにしようか、また悩んでる。うわぁ。パンかご飯かパスタか。朝食べないが一番なんだけど。朝食べないんだよな。昼に起きるからな、いつも。なんかそう考えるとパスタでもいいな。だって最初に食べるのパスタだもんな。いやでもやっぱパン好きや。パンにしよう。パン、かわいいこの色。あ、これ良かったかも。色的にはこれで良かったかもしれない。パンのチーム頑張りましょう。